はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。先日動画で上げてた通り、ほうじ茶の入れ方の紹介でございます。ご家庭やったら片手鍋とかフライパンでもいいんですけれどね、こちらの方にこう茶葉入れて、ほうじるっていう、言ってあげるって感じですね。まあ、ほうじ茶なんでこうやって言ってあげる作業をする、煎じる、ほうじるっていう作業をして美味しくなるお茶といったところでございます。よくある、間違いというか美味しくなくなる入れ方としては急須で入れるということですね。ほうじ茶をグラグラ煮出して初めて美味しくなるお茶でございますので、急須で入れるっていうのはやめてください。なんで今こっち横ではお湯を順番に沸かしていってるところといったところです。乾いた鍋でやってくださいね。香ばしい香りが立ってきました。ほんのぬくなってきたんで、もうこいつで OK です。香りもめっちゃいい香りしてますね。これで香ばしい美味しいほうじ茶が引ける茶葉の状態になりました。ではお湯が沸いたらこちらを煮出していきます。というわけでこちらに茶葉を全部入れます。入れたら4分間ほど計測していきます。というわけでほうじ茶なんでこんな風に煮出すのかと言いますと、煎茶とかの場合でしたら温度が80度台とかの方で、優しめの温度でやってあげるといった感じになりますが、ほうじ茶の場合どちらかというと渋みとか香ばしさ重視のお茶でございます。だからあまり茶葉の甘みを出すっていうのとは違う出し方になるんですね。まあもともとその茶葉の状態とかも違います。なんでほうじ茶の場合はこんな感じでグラグラ煮出して、香ばしさと渋みを、あとはまあ香りですね、香りの香ばしさと本当味の渋みの方を出しておいて、口をさっぱりさせるためのお茶だと思っておいていただければいいかなと思います。さっきのいる手間とこの煮出すっていうのだけ守っていただきましたら、ご家庭でも本当に簡単にほうじ茶美味しいの引けます。で、温度とか気にしなくてもグラグラ煮出せばいいっていうだけなんで、かなりテクニックのいらないお茶だとは思います。この時にこうリードとかかました状態でやると茶葉こしやすいんでね、いいと思います。せっかくなんで入れたてを一杯飲みたいと思います。すごくいい色に入っております。いただきます。あ、うまっ。もうね、香りがまず段違いで変わってきます。この本当にいるっていう手間で。で、渋みがいい感じなんで、本当口の中がさっぱりするので、食事楽しむのにはやっぱりほうじ茶向いてるかなと思います。まあ、静岡とかでしたらまたね、やっぱり緑茶の方がいいとか、いろいろあったりするんで、一概にこのほうじ茶ベストとか、そういうわけではないですけれどね。関西系でしたら、この食事中のお茶とか食後のお茶というと、ほうじ茶が多かったりします。というわけで、まあ、本日はほうじ茶の入れ方の紹介でございました。また、今後もいろいろ美味しい料理とか紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた動画で、バイバイ。